こちらに来ます。あれ、見つかっちゃいましたね。感じるよ。
皆さん頑張りましょう。気づかれた。行くわよ。やっ、急い。やっ、止めてみせる。ダメです。えい、やっ、いい雰囲気ですね。逃しません。よいしょ。急い。やっ、二人で頑張りましょう。止め。えい、やっ、それでどう。急い。えい、やった。よし、やったわ。あれ、見つかっちゃいましたね。気づかれた。私がお相手しましょう。無茶しちゃダメです。どうだ。よっ、私がいるから大丈夫。せやくらえ。やるしかないか。いいわ、やった。よっ、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 ここに。やった。いい雰囲気ですね。さあ、て、て、やった。調子いいかも。気づかれた。あれ、見つかっちゃいましたね。こちらに来ます。来るわよ、準備して。行くよ。無茶しちゃダメです。いい雰囲気ですね。せや、くらえ。耐えられるか。くらいなさい。やっ、僕がやるんだ。ここだけ一緒ですよ。私がいるから大丈夫。とれ、手伝ってあげる。やっ、やった。とれ、やって。やった。どうだ。これでどう。ここまで攻撃し放題。やったね。変ね。ユグドラシルのドラゴンソウルがあるのなら、それを祀った場所があるはずなのに。兄様、一体どのような情報だったのですか？すまない、キリカ。ユグドラシルのドラゴンソウルの話は嘘だ。なんだと？お前何を噛んだ？こんな大変な時に。大変な時だからこそここまで誘い出す必要があった。万が一の時にもここなら被害を最小限に抑えられる。万が一。この中に私と交流のみが残り、他の者は外に出る。そうすれば暴走が起きた時でも。ユーマに何をするつもりなのです？言ったはずだ。もしこの少年が力を制御しきれぬようなことがあれば、私の手で殺すとな。それはこの間のことを言ってるの？そうだ。お前は交流の力を制御できず、危うくアストリアを廃頃だったらしいが。何を言っているのです。制御はできました。アストリアは無事ではありませんか？今回はな。だがこの少年は一度ならず二度までも交流を暴走させている。つまりこの少年は未熟で不安定すぎるのだ。そのようなものに交流の力が制御できるなどとは到底思えん。だから私は取り返しのつかない事態が起こる前にこの少年を排除せねばならん。
交流の暴走で一つの村が消滅した危機を繰り返すわけにはいかんのだ。交流の力で村が消滅？そうだ。お前のように交流を宿した者が力を制御しきれず暴走させた。その結果として多くの犠牲が。そんなことが。交流の力で村が。ユーマ、レスティの言うことなんか気にするな。いや、レスティの不安は最もだと思う。交流の力の怖さは僕も十分分かってる。ほう。おい、何言った？まさかこいつに殺されてもいいなんて思わないだろうな。前だったらそう思ったかもしれない。だけど今は違う。僕と交流は絶対にそんなことを起こさない。なぜそんなことが言える？力を正しく使う方法が分かったんだ。交流の力を仲間たち、いや、この世界の人たちみんなのために使う方法が。大した自信だな。自分なら力を使いこなせる、暴走など起こさぬ、そう言い切る。そうだ。いいだろう。ならばその言葉を証明してみせろ。さあ聞くがいい。神羅万象を震わせる大いなる牙の響き。我は氷河の妖精騎士レスティセラ・アルマ。交流を宿す者よ、お前の覚悟試させてもらうぞ。強くなる。うかつなやつか。
討ち取ったぞ。これでどう？私としたことが。やった。この私を打ち負かすとは。確かにお前は以前とはまるで違う。一体何がお前を変えたのだ。仲間たちだよ。いつも僕を信じてくれるソニア、僕を僕じてくれるようになったキリカ、困った時には頼りになるアグナム、何事にもまっすぐなマリオン、いつもみんなを元気にしてくれるリンナ、それにもちろんフロマージュも。いや、だけじゃない。王様、ボズ団長、エマさん、プリムラ、それに町の人たち、みんな僕にとっては大切な人たちなんだ。そんな人たちを守りたいっていう強い思いがあれば、どんなに大きな力にも飲み込ましない。それがやっと分かった。いいだろう。お前の言葉信じよう。今の言葉を裏切らぬほどの覚悟と強さ、それらをお前が身につけていることは先ほどの戦いで理解できたからな。ようやく我が死に託された重荷を下ろす子ができた。そう考えても良さそうだな。死から託された、それはユーマのことをですか？どういうことでしょう、兄様。ちゃんと説明してください。実はな、私は死からユーマと交流のことを託されていたのだ。行く末を見守ってくれとな。いや、ちょっと待て。じゃあ今まで散々ユーマを殺すだのなんだの言ってたのは。決まっている。ユーマを鍛えるためだ。おいおい。ただし本当にユーマが危険だと分かれば、私の手で殺すつもりではあったがな。だがこれで殺す必要はなくなったな。我が死の魂もよく安らいでくれるはずだ。では私はこれで帰らせてもらおう。部下たちが待っている。お待ちください、兄様。なんだ、キリカ。まだユーマを見守る必要があるのでは。戦いはこれからも続くのですから。しかし私には騎士団長としての任務が。ウェルラントの騎士団には兄様以外にも優秀な騎士がたくさんおります。しかしユーマを見守る責任があるのは兄様だけです。いや、やはりやめておこう。私距離を置いてユーマを、そしてお前を見守ることにする。ではまたな。兄様。レスティ、ありがとう。交流の暴走で一つの村が消滅したあの悲劇を繰り返すわけにはいかんのだ。レスティが言ってたあの話、本当なのかな。
竜、ちょっと聞きたいことがあるな。どうしたユーマ。僕の前に光竜を宿した人がいたって、本当？うん、確かにそのようなものがいた。やっぱり本当なんだね。驚いたな、僕以外にそんな人がいたなんて。じゃあその人が光竜の力を越せて村が一つ吹き飛んだっていうのも。それも事実だ。そうか、やっぱりそれも。ありがとう、こういう。なんだと、なぜ礼を言う。だって僕が子供の頃、光竜の力を使って遊んでいた時、できるだけ村から離れろってしつこいぐらいに言ってたよね。あれは同じことを繰り返さないために言ってくれてたんでしょ。あのような光景は何度も見たいものではないからな。そうだよね、僕もそう思う。光竜、僕の前に君を宿していた人ってどんな人だったの？僕が生まれる前のことなんだよね。どうも。